大川寺社とは、大箱湖かクワガタ創造の植物の一種。ヨーロッパからアジア北部原産で、日本には外来種として定着している。ヨーロッパからアジア北部を原産地とする。日本には本州の岩手県以南に帰化している。越年層で、河原や水田、河川や古生の岸辺などに生育し、根茎を伸ばして繁殖する。 高さは3 0トルから1 0 0トルほどになる。葉の根元から花柄を伸ばし、4から9月に白紙色の花をたくさん咲かせる。種子の大きさは0 4ト、mm、ルと小さく、風に吹かれて運ばれたり、動物などに付着したりして拡散する。長大円型で濃く小さい巨子がある葉は、耐性する。よく似た種に在来種の革自社があるが、本種は葉の巨子が小さく、 葉の幅が広く、緑色が濃いという特徴がある。ただし、生育環境によって、葉の形には多少の変異がある。日本では1867年に、神奈川県の相模での記録が初めてだが、詳しい導入経路や時期は、よくわかっていない。現在も分布を拡大させている。在来種の川寺社と交雑することが観察されており、雑種個体は、ホナガ川寺社と呼ばれる。 この雑誌の趣旨は発芽能力があり、川地社への遺伝子汚染が心配される。静岡県の柿田川では本種を抜き取ったり、刈り取ったりすることで、交雑対策をしている。外来生物法により、特定外来生物に指定されている。ありがとうございます。